こんにちは。前回、歴史を振り返って、これまでに様々なパンデミックが都市計画に与えてきた影響を見てきました。今回は今現在、世界中に蔓延しているパンデミック、新型コロナウイルスが私たちが住んでいる街にどのような影響を与えるのかを考えてみたいと思います。過去を振り返ると、私たちが住む街の形や暮らし方は、パンデミックによって様々な影響があったことがわかります。2020年の今、新型コロナウイルスが世界中に流行していますが、今のパンデミックが収束したとしても第2波、第3波がやってくるかもしれないし、違う種類のパンデミックに襲われる可能性もあります。パンデミックがニューノーマルになるかもしれない時代で、都市計画や街づくりにどのような影響が出てくるのでしょうか。ここではソーシャルディスタンス、オープンスペース、人々の移動手段、それから都市の住環境という順番で見ていきます。まずソーシャルディスタンスです。新型コロナウイルスの流行を阻止するために多くの国が取った政策の一つはロックダウン、都市封鎖です。中国の武漢のように文字通り都市を完全に封鎖して人の出入りを国家が禁止した例は極端ですが、最低限必要な移動以外は外出制限を課す政策は多くの国で導入されました。その場合、生活必需品の買い物や運動のために外出する際は、ソーシャルディスタンスと呼ばれる人と人との距離を 1.5 メートルとか2メートルとか取るように奨励されています。ロックダウンが解除されても、このソーシャルディスタンス政策を維持する国は多いようです。そうなると、これからしばらくは都市環境における空間のあり方に大きな影響を及ぼすことになるでしょう。都市というものは他人とすれ違ったり行き交う人を眺めることや、パブやカフェの狭い空間で社交を楽しんだりすることこそが魅力なのに、ソーシャルディスタンスが重視される中で、人はどうやって接すればいいのでしょうか。ロックダウンが解除されてしばらくしたら、公園、広場、広いプロムナード、オープンスペースといったものが重視されるようになるでしょう。そのためには、現在私有地とされている空間や自動車のための道路空間などを利用することも考えられます。現代は特に都市部では全労働者の 80% がサービス業界で働くような時代です。店舗、飲食業、レジャー、サービス業界のうち、コロナの影響ですでに営業不振に悩んでいる企業も多い中、倒産や閉業で消えていくところも多いでしょう。テナントがいなくなった店舗やオフィス空間、閉鎖されたショッピングモールなどを利用して、オープンスペースを確保することを検討することもできるはずです。さらに、テントやプレファブ建築、モバイルカーなどを利用して、屋外スペースを利用したポップアップ店舗のようなものも導入できます。新型コロナウイルスによるロックダウン下の世界中の都市で、自動車をはじめとする交通量が激減し、見慣れていた渋滞が一瞬にしてなくなりました。反面、ロックダウン中でも移動する人たちの中には、バス、電車、地下鉄などの公共交通機関を避ける人も出てきました。乗客減少に合わせ、交通会社が便数を減らしたこともあり、車内でソーシャルディスタンスを取ることができずに感染リスクを感じる人が多くなったのです。自動車通勤に切り替えた人もいるし、渋滞がなくなった道路空間を幸いに自転車を利用し始めた人もいます。ロンドンやパリ、ニューヨークなども、これまで自動車やバスでいっぱいだった都心部で、スイスイサイクリングする人も増えました。運動も兼ね、普段より長距離でも歩くことにした人もいます。これを機会に、ロックダウン解除後の交通手段として自動車ではなく自転車、徒歩を推進しようという動きが世界中の都市で起こっており、WHO もそれを推奨しています。環境のためだけではなく、健康のためにもメリットがあり、一石二鳥というわけです。ロックダウン解除後、しばらくは電車やバスでもソーシャルディスタンス政策を導入せざるを得ないでしょう。公共交通機関利用減少を止めることはできないので、その代わりに自家用車の利用が増加するのでは何の解決にもならないという考えがその背景にあります。それを防ぐためには、自治体や交通当局による都市計画と交通政策が不可欠であり、社会的距離を取りながら移動できる自転車や歩行者を優先するストリート政策が大切になってきます。各国のロックダウン中の街ですでに一時的に道路の一部を車両通行止めにしているところもあります。道路にペンキで印をつけたり、コーンを置いただけの一時的な措置ですが、都市封鎖解除後もそのままにしておくところもあるでしょう。バスと電車が共用レーンを共用できるようにしたり、デジタルシステムを駆使して緊急時にだけ車両を許可するようにしたりといったフレキシブルな利用方法も考えられます。各都市の実験的な試みがどのような結果を生み出すのか、人々の移動形態は本当に変わっていくのか、夏の間は良くても、冬季もそれを維持できるのかなど、様々な面での政策の振り返りと評価を行っていくべきでしょう。
将来的には都市では自動運転の電気自動車だけが走り、バスも自動運転、物資の輸送はドローンで建物の屋上に直接といったことも可能になるのではないでしょうか。新型コロナウイルスのようなパンデミックは、都市再開発のデザインや超高層化についても影響を与えることが考えられます。高層住宅の場合、自然や外気との接触をどう確保するのか、建物の中にいても社会との接触を保つためにはどういう工夫が必要かを検討すべきでしょう。今回、文字通りの都市封鎖で外出も禁止されたイタリアをはじめ、各国でアパートメントのバルコニーや窓から歌を歌ったり、楽器を演奏したり、ダンスをしたりといった交流の様子が見られました。普段はさほど気に留めないことかもしれないけれども、窓やバルコニー、屋上や中庭などをうまく建物のデザインに盛り込むことで、問題を解決するのも一つの方法となるでしょう。また、人々がどのように住むかだけではなく、エレベーターや階段など、移動の動線や周りとの空間との関係についても考え直す必要があります。さらに、富裕層、中間層だけ健康的で余裕のある環境を享受していたとしても、感染病はなくならないという視点も重要です。当初、コロナ感染を封じ込めていたシンガポールで移民街から感染が広がった例を見ると、低所得者層の住環境、ひいては健康を守る必要性が明らかです。シンガポールの総人口570万人中100万人近くが非熟練労働者、そのうち30万人が移民労働者ということです。これらの人々は建設業などで働き、スラムのような住環境に住んでいるため、一人でも感染者が出ると瞬く間に広がってしまったのです。中には不法労働者、不法移民なども混じっているかもしれません。これらの人々も含め、すべての住民のための環境整備が不可欠です。将来的には移民労働者に頼らず、 AI やテクノロジーを使うという考え方もあるでしょうが、それまでは無視できない問題です。全市民の住環境改善が必要ということでは、ホームレス問題も同様です。日本でも今回のコロナ休業要請でネットカフェ難民の課題が浮き彫りになっていましたが、このような人々への対応も無視できません。これまで富裕層やエリート、政治家は難局に直面したとき、しばしば底辺層を見捨てることでその場をしのいできたこともありました。けれども、感染症はお金のあるなしや身分で相手を選びません。自分たちだけが無事であろうとしても不可能であるだけに、誰をも取り残さない政策が必要になってきます。新型コロナ感染者の約95%は都市に住んでいます。世界中で特に被害が大きい地域もほとんどが都市部となっています。米国でもニューヨーク、英国でもロンドンといった都心部で感染爆発が起こり、重症者や死者もたくさん出た反面、地方ではそれほど被害が大きくなりませんでした。これほど都市と地方の格差を浮き彫りにする病気はないとも言えます。中世や産業革命後のスラムに比べて、住環境や衛生状態は改善したとはいえ、現代の都会では地下鉄、電車、バスといった公共交通機関、高層ビルのエレベーターなど、昔にはなかったスペースでも人々は多くの人と密接しています。日本では新型コロナウイルスの感染拡大を避けるために、3密を避けるというスローガンが有名になりましたが、満員電車に慣れっこになっていた都会人にも、密度への恐怖が否が応にも増してきたようです。過去のパンデミック後にもその流れがあったように、都会民は過密を恐れ、郊外や田舎に移住するようになるのでしょうか。感染症リスクだけではなく、メガシティはすでに様々な問題を抱えています。高騰する家賃、オフィス賃料や不動産価格、高密度、交通渋滞と大気汚染、経済的格差、インフラの老朽、犯罪やテロのリスク、長時間通勤、保育サービスの確保、自然や外気に触れられるオープンスペースの少なさといった障壁はなかなかなくなりません。東京をはじめとする日本の都市の場合は、その上に地震のリスクも無視できません。新型コロナウイルスの流行中に首都直下地震が起こったら、避難所でソーシャルディスタンスを取ることができるのかどうかなど考えるだけでも心配になってきます。仕事のために都会に住むしかなかった時代と比べると、今は多方面でデジタル化が進み、今回のコロナウイルスの対策で在宅勤務やリモート学習、オンラインショッピングやオンラインエンターテインメント、リモート医療などが一気に広まってきています。これまで遅々として進まなかった分野まで、公の届出、紙の書類にハンコ、手書き申請、ファックス、学校でのプリントなどといった日本ならではのガラパゴス障壁がコロナで一気に改革されそうな勢いです。これからもこの動きは進んでいくでしょうし、デジタルや AI、キャッシュレス、自動運転、ドローン、ロボットなど駆使した革新的な方法も生まれてくるでしょう。すでに世界中でスマートシティの試みが始まっています。
スターバックス CEO のハワード・シュルツは、サードプレイスとしてカフェをデジタルノマドワークの空間として提供しましたが、さらに今はフォースプレイスというデジタルコンセプトでインターネットサイトや SNS を使ったバーチャルなコミュニケーションの場の可能性を探っています。これまでノート PC をスタバに持ち込んで働いていた人たちは、今は自宅で在宅勤務をしているし、以前はオフィスで働いていた人たちの多くも同様です。とはいえ、都市部に住んでいる人の住居は狭いことが多く、家族でもいればオンライン会議もままならないということもあるようです。通勤の必要がなく在宅勤務で住むのなら、不動産価格が安く、住環境がいい地方の方がいいと思う人が出てくるのも自然の成り行きでしょう。ロックダウン中のイギリスで在宅勤務をする人々の中でも、田舎の庭付き一軒家に住む人は通勤時間が短縮でき、郊外や田舎の庭付き一軒家に住む人は、春の陽気を楽しみながら庭にノート PC を持ち込んで仕事をし、もう元に戻りたくないという人が少なくありません。たとえ庭付きの家に住んでいなくても、一歩外に出れば公園や野原など多くの人に出会わないで運動や散歩をすることもできます。その反面、都会のシェアハウスに住む若者や狭いアパートメントに家族で住んでいる人たちは、ロックダウンでかなりストレスが溜まっているようです。ロンドンをはじめとする都市部では、新型コロナウイルスによる感染者や死者数が多かっただけではなく、ロックダウン中の人々の不満足度も高いというのもうなずけます。もともとイギリス人は田舎好き、自然好きでシンプルなライフスタイルを好む人が多いので、コロナを機会に都会から田舎へ移住を考える人がたくさん出てきそうです。コロナ不況で飲食店や店舗などでの仕事がなくなることがきっかけになるかもしれません。この機会に都市がさまざまな問題に積極的に取り組み、人々にとって暮らしやすい環境を提供しない限りは、もちろんいつの時代も都会に住むことを希望する人はいます。若者をはじめとして大勢の人々と交わり、都市のにぎわいや刺激を楽しむ人々にとっては、都会は他の障壁と引き換えにしても魅力があるでしょうから。日本人はイギリス人に比べると都会の生活を好む人が多いので、そう簡単には都会を離れることがないのかもしれません。